はい、ソイレントグリーンという映画の紹介です。ソイレントグリーンは50年前に作られた映画で、舞台は現代そのものなんですよね。で、山火事が頻発して食料不足になって大気は汚染されて、ほんで、普通の市民の中で美女だけが家具として上級国民たちの家で普通に暮らせるんですよね。で、それ以外の人たちはビスケットのようなものだけを配給で食べることができると。それがその50年前に作られた映画なんだけど、現代そのものを全く同じなわけですよ。美女っていうのは家具って言われて、これって今アマゾンでね、前々で売られてた家具でね、中に子供の人形が入ってるとか言われたじゃないですか。それでCEO を辞めることになったんですよね。それからビスケットの配給があるって言ったけど、そのビスケットっていうのは最後の方に結局その亡くなっていった老人たちの、肉ね、それをで作ってたって言うんですよね。これって結局有名なハンバーガー屋のハンバーグの中にね、ミートが入ってるっていうのは今と同じじゃないですか。だからそのソイレントグリーンっていうのは50年前に作られたけど、当時ルッキンググラスで50年後の世界がもう丸ごと正解で当たってたってことですよね。で、50年前に作られたってことは、まあ制作スタッフの準備とかいろいろ考えると2年ぐらい前から見てる、52年ぐらい前に、ルッキンググラスを彼らは見たというだと思うんですよね。で、人間だからさ、そのもう5年後10年後に作るってことはないんですよね。やはり気持ちが向いた時に作るんだから。だから50年前にルッキンググラスがもう作られてたっていうか、見られてたわけですよね。あとその流行り病のことは映画の中ではないんですけど、これは映画の制作上ね、これを入れると映画の焦点がずれる、ぼやけるんで入れなかったんだと思います。ありがとうございました。失礼します。